せつけいやー、せつのけいづきだよ。記憶少女ジエンド、続きやっていきたいと思います。これか。そうじゃ、あれじゃな、あの前回のパートから、あの元谷くんの過去が分かって、元谷くんが前回のパートさせたんよな。あのいじめっ子の集団のメンバーを全員さしたんよな。で、今は元谷くんがどっか行ったけど、それを追いかけようの。もう元谷くんの過去の、なんか、なんていうか、クライマックスが来とんよな。元谷くん、ここかな？おるんかな、これ。え、おる？え？あれ、なんか貼り付けてあるけど、あれは、いけない。よし、いける。え、読めんのかい？読めんのかい？じゃあどこなん？元谷くん？ここじゃないんかな？違う。来たのは何なん、あの黒板に貼ってあるのあれ何？あ、下か。下かな。え、こっち下？え？違う、下じゃないよ。こっち。やっぱここじゃ。人殺し、ストーカー、変態。違うんだ。聞いてくれ。何が違うの？その血は何？私、二宮君を刺すところを見てたんだからね。弥生ちゃん、来ないで。私だって凶器持ってるんだからね。違うんだ。僕は弥生ちゃんを傷つけるつもりなんか。死ね、このストーカー。あ、死ね。違うんだ。死ね。お前なんか大嫌いだ。ぐちゃぐちゃになれ。死ね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 。気持ち悪いんだよ。弥生ちゃん。殺した。殺した。殺してやった。死んだ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 。あとはこれで自分の手首切って終わり。やばいことになってる。あと俺の演技そこそこ上手ない？何これ？昇降口の鍵。あ、そんな電入れ方したらなかったのに。ほら、はじめさんやって。早く出ましょう。はい。なあ、弥生ちゃんまでこんなことになってしまった。こんな状態で。ここで証拠の鍵でここ風邪ついたらなんか白状みたいな感じになってますけど、やっと出られましたね。いや、出られたことよりもさっきのことがショックでならんよ。ええ、さっきのはやっぱりあの事件か。こんな声だったような気がする。鍵宮さん、さっきの事件をご存知なんですか？ええ、私の上司が担当していた事件で、いつか私に話してくださったんですよ。でも、上司から聞かされてた内容と、今見てきた内容とでは、いろいろ異なる点がありました。殺人の動機などが。また、報告しておかなければなりませんね。影宮さん、今見てきたものはすべて、本当に人の記憶でできたものなんですか？ええ、そうですよ。すべて人の記憶でできています。この学校もすべて記憶によって構築され、具現化されたものです。なんか回多ない？こんなに回あったっけ？おそらくこの学校の記憶を構築させたのは、元谷という少年と弥生という少女でしょう。ですが、あなたはこのことについてあまり触れない方がいいです。死んだ者と関わりを持つのは危険なことですから。そうやな。それより最初に言っていた通り、あなたの友達が危険です。早く合流しなければ。はい、ここを残りや。それでもここを残りや。ここは霊道、死んだ者が来る世界だったらパパに会える。いや、会えても会わん方がいい。早う出ていかな。あ、そういうことだよね。私がプログラミングで AI ロボットのパパを作らなくてもパパに会える。
あ、雨のせいで死んじゃったパパ。これボードにあった事故のシーンで死んだんて、雨のパパだったんだ。インプレッサー覚えとるぞ。インプレッサー、インプレッサーって言うたらなんかあれやけど、違うかもしれんけど、アミ、私が心したパパ、会いたい。このシーン、このシーン、あったあった、ボードであったあった。でもパパは私との再会は望まない。だって私に殺されたんだから。そんなことない。え、そんなことない。発作終了。そうだ、発作して倒れとったんだった。で、発作で始まって発作で終わる感じかよ。ああ、メモリー14、前回のセーブのところのアミちゃんの顔がもう憂鬱な顔になってるやん。次のパートではなんかもうちょい元気の出るような内容でやってほしいところやな。いえ、なにこれ、え、めっちゃおるやん。第一章のやつらめっちゃおるやん。未知の遭遇しまくり。くそ、持ち上がらねえ。あの発光体たち、私のこと探し始めてるよ。ああ、まさか鍵を壊して入ってくるとは。壊されたんだ。おい、アキラ、マキ、この棚を俺一人で持ち上げるのは無理だ。みんなに力を合わせて。棚かこれ、サクがな、サクがな、サクを持ち上げよう。いいか。うん、今はとにかくあいつらから逃げて隠れることだけを考えるんだ。タクで、タオ、タナ、タナやな。タクやっけ、あれどっちこれ。え、どっち、タナに、タナに行こう、タナに行こう。タナを持ち上げたら、タナか本当に。タクにしとこう、タク、タクで行く、タクで行きます。タクを持ち上げたらすぐに階段を登ってなるべくあいつらから見つかりにくいところに行くんだ。じゃあ行くぞ。決定機を連打。あー、来てる来てる来てる、色が開けてる、色持ち上げた。あー、葬式の行列みたいになってますやん。葬式の参列みたいになってますやん。よし行くぞ。一番上に戻ろう。よし行くぞ。これ追いかけてくるパターンちゃう。それはずるいんちゃいまっか。それはずるいんちゃいまっか。まだ追いかけられるパターンのやつな。歩夢くん入ってるやん。みんながわ逃げろみたいな顔になってますやん。逃げなあかんパターンなんかよ。よっしゃ行くぞ。こっちこっちこっち。あ、めっちゃ来てる。あ、あ、あかん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 、あーん。早すぎんか、あいつら。あ、追いかけられるけど苦手なんじゃ。詳しくは、めっちゃ前にあった魔女の家の実況を見てください。くそー。もう反射神経だけが頼り。あ、あっち、あっち、あう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 。今行けた。あー突然右に変わりおった。反射神経だけが頼りです。 FPS で反射神経鍛えてるんだけどな。くそ、もう俺何回死んどんだ。4回目かこれ。挑戦が、挑戦が4回目。あない、あっ、あっ、あっ、あ、3階の看板にぶつかりよる、ぶつかっていける。よっしゃ行くぞ。ここはここま、はい、あ、反応がシビアですよ。相手の速さがシビアですよ。このタッタカタカタンを何回聞いたことが。耳に入るよ。あっす、あっす、よっしゃ、いける。いけた？いけるな、これは。めっちゃ部屋あるやん。
どこだっけ、ここ病院よな。めっちゃ部屋あるやん。病院やっけ。マキ、アキラ、あっちの部屋に隠れよう。うん。めっちゃ来てる。なんか大名行列みたいになってますやん。はっはっ、鍵をかけたぞ。これでひとまず安全だろう。マキ、大丈夫か。うん、でもちょっと足痛めちゃったみたい。そうか。アキラは。僕は大丈夫だよ。そうか、よかった。真っ暗だね。あ、懐中電灯つけるね。ああ。どの部屋なんこれ。さっきからなんか柔らかいものに触れてるなぁなんて思っていたんだけど、マッキーだったのか。さっきから私だ、大事なところに何か違和感があるなぁなんて思ってたんだけど、アイエムの手だったんだね。ごめん。いいよ、アイエムだから。え、触られた、触れちゃった。アイエムに。おう、悪いな。ヒリア獣が見ちゃいかんものを見てしまったな。さっき前のドキドキ返せってな、あの追いかけられる時のハラハラドキドキ返せって言うんだ。アイム、外の様子はどう？ああ、そこら中であいつらがうろうろしてる。まだ俺たちを探しているみたいだ。諦めてくれよ。今、出るのは危険だが、ここに隠れ続けてもそのうちに見つかってしまうだろう。出るしかないってことだよね。ああ。どうするん？喉、乾いたな。マキ、祭りで買ったお茶って残ってるか？あ、多分まだ残ってると思うよ。めっちゃ買い込んだけんな。マキちゃんめっちゃ買い込んだけんな。え、これまで走ってきた中ってさ、あの、4本とかたくさん缶あるやつをさ、担いで走ってきたん。よう走れたな、よう逃げ切ったな。あ、そうかそうか。あんだけ捕まったんはマギちゃんが管担いとせいなんかな。そうなんかな。はい、アイエム、ちょっとしかないけど。ありがとう。どういたしまして。絶対茶以外はたくさんあるから。食べ物は1週間は食べなくてもなんとかなるが、飲み水はなんとかならないな。そうだね。そう言うよな。ここからどうするか早めに決めた方がいいっていうことだ。考えよう。どうすればいい？こんなところにまずか隠し通路なんかあるわけないやん。マキは足を痛めてるから階段はあまり使わない方がいいな。ということだ。まず下に降りるためにも発光体から隠れつつエレベーターに向かおう。わかった。わかったじゃねえ。わかったじゃねえよ。お前ら操作するの俺やぞ。そんなスネークみたいなことできると思う？頑張るけどさ。私たち歩についていくよ。おう、しっかりついてきてくれ。とりあえず必要のないと思うときは、懐中電灯は切るようにしよう。必要なときにシフトキーでつければいい。わあ。ジバング、お前こんな格好して現れるときが来るとは思んかったぞ。お前設計イコールスターにアドバイスしてあげようか。ケロ、お、アドバイスしてくれる。てかお前です。その帽子似合ってないぞ。似合ってないぞお前。面白いぐらいに似合ってないからお前。なんか薬局の前におるカエルみたいな感じになってますけど。そりゃ効くよ。そりゃもう今の状態絶望的だから効くよ。生存率 2% とかそれぐらいやぞお前。
舞台は向いている方向に直線にしか物を見ることができないけど。え？ってことはさ、横とかだったらいけるんかな。赤い発光体は4歩先まで、青い発光体は3歩先まで監視してるけど。あ、じゃあそれぞれ5歩前と4歩前みたいにギリギリに通っていけばなんとかなるんか。大将で気づいたと思うけどが、赤い発光体の方が青い発光体より行動速度が若干速いけど。あ、ごめん、気づかんかった。あ、そんな感じだ。そうなんじゃ赤い方が速いんじゃ。気づかんかったわあ、赤の方が速いってもうなんかシャアのザクみたいな感じになってますけど。この病院内は暗いけど、明かりがないとアイテム等の発見が困難になるけど、だから懐中電灯をつけるといいけど。完全につけるんと消すとのメリハリをうまくやらんかったら勝てんゲームな。でも分かってるとは思うけどが、懐中電灯をつけると見つかるリスクが高くなるけど、注意けどよ。ここまでの出来事を記憶するけど。よっしゃー、お前がおるだけで、お前がおるだけどんだけに癒しになることか。だってここベッドとこのなんかわからんやつとこの椅子らしっけもの2つだけやぞ。もう監獄でないか、どこの監獄やねんみたいな感じになってますから。お前がおるだけでなんか癒しになるよ、癒しになるよ。ただひととき言わせてもらって、帽子似合わんよ。よっしゃ、次のパートからはちょっと難しいことになるんかな。ああ憂鬱だなと思いながら今回のパートを終えとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。仕上げ。ふぅ、やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、さつらけつきの動画を見よう。さつらけつきの動画は親子とクリックしてる赤